というか今回ちょっと奈良の面白いスポットに行こうと思ったんですけど、天気が急に悪くなってきて、出発するまで晴れてたのに出発したら急に薄曇りになってきて、風とかもビュービュー吹いてきて呪われているとしか言いようがない。ほらなんかすごい曇ってきてるやろ、やばいよな、 100% 雨降るって感じやな。これなんやねこの道、やばいな、事故りそうな道やなこれ。ほんまなら道悪いな、路面とかゴミやんけ。でも急に細なるしよこれ、細細やん。こんな道こそバイクが行かせるのに、どいつもこいつも車乗ってるから逆に混雑するんですよね。ほんま理にかなってないよね。お前こんな車でこんなとこ入ってくんなよ、もう抜け道しようとしてんのか。他に道あるやろ、なんでこんな細い道ばっか行ってんだろうね。この路面もボコボコやしガッタガタやし、道細いし交通量多いからかなりえぐい。さあなんでこんな道を行っているんでしょうか。すごいな、すげえ雰囲気あるな、なんかめっちゃ怪しい雰囲気あるな。犯罪多発地帯じゃねえの、犯罪多発地帯っぽいね。ならこういう道ばっかりなんですよね。マジで車アホやろこれ、バイクで行けよ全員。こんなすれ違い毎日のようにやってんだろうな。なぜ奈良県民はバイクに乗らないのか、不便極まりにある。逆にこんなもん、こんな細い道こそバイクで行くべきなんだ。この道おかしいやろ奈良。なんかバカバカしい。やっと出た、あこの道来たことありますね。この道出てもこう多分右に行って川沿いの道、いやそこもなんかね変な感じですね。交通量多いのに道が細いというこの奈良の特有の嫌な交通事情がすごいストレス。ほらほらほらこういう道ね、こんな細い道なのになんかやたら飛ばしたがるからね奈良県民のやつって。だからなんか道が独特なんですよね奈良、ほんまになんかね。こればっかりは実際に来てみないと分かんないけど、なんか独特よね奈良の道。なんか雨降りそうでしたがちょっと晴れてきましたね。さっきまでのは何だったんでしょうか。まあいいか、たまにはこういう道もいいだろう。でこれ急いだとしてもなんか飛ばしたとしても結局この出口のとこでなんか絶対に混雑してるからね、ほんま学習能力ないのこいつら。後ろのやつめっちゃ煽ってきてる、アホかや。で絶対ここで混むやろ、で煽ってくる必要ないんだよボケ。ほらここで混むやろ、何のためにお前車間詰めてきたんだカスよ。奈良のクソ道は続くのか、ゴミみてえな道やな。交通量少ないくせになんか道がしょぼいからアホ車が混みまくってるんですよね。これが奈良の現実やな。なんか京都と奈良って似てるみたいな、なんか歴史ある街とか言うけど、どうなんすかね。俺のイメージではやっぱり道がしょぼくて、道がしょぼいっていうかなんか道を広くできないから道がしょぼいと、しょぼいんやけどなんか見えっぱりなやつが多いから車無駄にでかいからめっちゃ邪魔ねん。
それどうにかしてほしいな。奈良県民、奈良県民のやつこそバイクに乗れよ。マジで全く合理的じゃないよな。こんな細い道ででっかい車乗ってバカじゃねえの。むしろ車乗るんやったらあのスマートとかのめっちゃ細いちっちゃいやつに乗れよ。見え張るなよ。地獄やな。これ見てこれ。車の女細い道に車で余裕でもううじゃ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 。これがバイクやったらさーっと行けるのに。これ無理無理無理こんな。これいかにこの車という乗り物がバカかっていうのは分かりますよね。このやりとり見てたら。全くこういう街並みにマッチしてない乗り物。まあ軽自動車であればまあ半分いけるけど、対向車がでかいとどっちか待つことになるやん。まあバカバカ丸だし。結果このね、人生短いのにこの時間のロス。この前の人は個人の仮想であり、次の人はこれだけ仮想を持ちになると表示もではありません。